スウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんは来月、国連本部での気候変動サミットに招待されましたが大量の温室効果ガスを出す飛行機を拒否しヨットで大西洋を横断することを決めました。 awareness among people in general and so that people start realizing that we are in an emergency 二週間かけニューヨークを目指すということです